こんにちは、石崎です。本日はですね、2017年の DNA について振り返ってみたいなと思います。2017年3位に終わったんですが、 CS を突破し日本シリーズに進出、そしてソフトバンクをあと一歩のところまで追い詰めた DNA。 多くの若手選手が躍動、さらにロペスや筒香選手ら主軸の活躍など魅力的なチームでした。毎年見に行っているフォーリアル2017年版、かなり苦しい展開もあったんですが非常に良かったので、ぜひ見てほしいなと思います。事前僕回し物でも何でもないんですが、 DVD 発売中ですので、ぜひ見てみてほしいなと思います。そんなこのチーム、2017年の戦いを振り返っていきたいなと思います。まずは開幕スタメン、こちらでございます。はい、投手陣としては開幕は石田選手、そしてクライン、浜口選手、今永選手、伊能選手、ウィーランドという6本柱だったんですが、いきなり2カード連続負け越し、さらにその後もなかなか波に乗れず、最も安定感があったのが先発はルーキーの浜口選手でした。抑えも山崎選手からパットンに代わり、中継ぎも苦しかったんです。打撃陣ではロペスが大暴れし、4月だけで21打点を稼いだものの、筒香選手が WBC の影響からか1本塁打、そして1番で起用された桑原選手が苦しみ、チーム打率は2割4分1厘でリーグ5位、 OPS 6割4分4厘でリーグ4位、防御率 3.57 でリーグ6位と投打ともに振るわなかったんです。ただその中でも月間順位はなんとか4位と戦えていました。しかし5月からはローテ再編、伊能選手を1番手に据え、今永選手でしっかりと取り切る、裏の頭に浜口選手を据え、ウィーランドとともに確実に勝ちを取るという方向に向かいました。野手では宮崎選手、ロペスが好調の中、筒香選手の調子が上がらなかったんです。そして桑原選手も好不調の波が激しかった。ただ5月終盤にはこのローテの方針がハマったこともあり、連敗が減ってきました。そして桑原選手1番として我慢強く起用したこと、そして梶谷選手がなかなか打率自体は上がらなかったんですが、本塁打と盗塁をしっかりと決めチームに貢献してくれたこと、そして宮崎選手のブレイクなどもあって、月間順位は2位、チーム打率は2割5分5厘でリーグ3位、 OPS 6割8分7厘でリーグ4位も、なんとか粘って戦うことができました。そして6月、ようやく主砲の筒香選手が乗り始めてきました。ロペスや宮崎選手とともに打撃陣を引っ張り、1番の桑原選手も結果を残し始め、戸柱選手も要所での打点を稼ぎました。オリックス戦の活躍忘れません。月間順位こそ3位も、打率は2割5分6厘でリーグ2位、本塁打34でリーグ1位、 OPS 7割5分4厘でリーグ2位、すでに広島の独走状態が始まりかけていたんですが、 DeNA のチーム状態も上がっており、交流戦で他球団がパリーグに負け越していく中、 DeNA と広島、中日はなんとか食らいついていました。ただ先発、中継ぎともに苦しく、中継ぎでは山崎選手、パットン、砂田選手、三上選手といたものの、山崎選手とパットン以外失点も目立ち始めていました。そして7月、今永選手、ウィーランド、石田選手を表に持ってきて、伊能選手を裏の頭に据え、裏の2番手以降に谷間投手を起用しました。今永選手は素晴らしく、石田選手もまずまず、そしてウィーランドも試合を作り打撃でもアピールしました。浜口選手はルーキーながらフル回転だった疲労等も考慮し抹消。打撃陣では夏男桑原選手が絶好調、1番として3割8分9厘、6本14点、OPS10 割超えと大活躍。四死球はやや少なかったものの、超積極的なバッティングで1番として大活躍。出塁率も4割3分9厘と高く、1番として仕事をし、チームに勢いをつけてくれた活躍をしました。宮崎選手や筒香選手も安定的に長打を打ち、恐怖の9番倉本選手もチャンスへの強さを見せてきました。そして8月。様々な形でローテーションを回したんですが、なるべく今永選手や浜口選手は1番手ではないところを任せ、確実に勝利を取るという方針だったのかなと個人的には思っています。ただ夏場の投手陣大変苦しく、先発防御率はリーグ4位の 4.72、 中継ぎ防御率も 3.44 でリーグ5位と苦しかったんです。打撃陣も本塁打は多かったものの、7月のようにつながりのある打線とはやや呼びづらいものがありました。この頃にはですね、ほとんど広島の優勝が決まっており、2位を狙う戦いという印象がありました。9月には巨人の猛追もあり、4位に落ちたこともありましたが、年間通じて大きな連敗がなかったこと、これが大きいかなと思います。劇的な勝利も多かったですし、打率や防御率等も大きな変動がなかったのは、良くも悪くも、大きな連敗もなく、大型連勝もなく、チームの順位が一気に落ちるということもなかったのかなと思っています。宮崎選手やロペスは1年間素晴らしい数字でしたが、筒香選手はどこか乗り切れず、桑原選手は数字自体で見ると良かったんですが、波が激しいという印象でした。ただ最終的にはなんとか3位に食い込み、最終戦には細川選手の初打席初ホームラン、綾部選手プロ初勝利、ウィーランド打撃で大活躍など、本当にいろんなことがありました。ローテーションの成績がこちらでございます。正直開幕ローテに期待したクラインやオープン戦首位打者だったシリアコが振るわなかったことなど、計算外のこともありましたが、チーム全体で打率は2割5分2厘でリーグ2位、本塁打134でリーグ2位、 OPS7 割2厘でリーグ2位と好成績ではあったんですが、広島とは全て大きな差がありました。
チーム防御率は 3.81 でリーグ4位、先発防御率 3.76 でリーグ4位、中継ぎ防御率も 3.92 でリーグ4位と、投手陣は課題でした。まあ、中継ぎも勝ちパターンは決まっていたんですが、彼らへの負担集中してしまいました。先発でルーキーの浜口選手が四死球も出しながら試合を多く作り、2桁勝利。今永選手も2桁勝利を達成。石田選手がまあ頭だったということもありますので、1年間通じてまずまずの成績を残しながら2桁勝利とはなりませんでした。まあ、井野選手が負け越しながら多くの試合を1番手として登板したこと、そしてイニングを食えたことというのが本当に大きかったかなと思います。井野選手、石田選手のこの2人の活躍は、まあ、数字では現れなかったかもしれないんですが、本当にチームにとって大事な存在でした。そして打撃が話題にはなりますが、ウィーランドもしっかりと試合を作りましたし、ローテを守ったことなど苦しいながら投手陣もなんとか運用することができました。さらに打撃陣の活躍もあり、2年連続クライマックスシリーズ進出を果たしました。むしろ2017年に関しては CS 以降の方が記憶にあるかなと思います。そして CS ファースト1試合目、伊野選手が試合を作りながら福留選手に一発を浴び、打撃陣は天敵メッセンジャーを相手に点を取れず完封負け。そしてもう負けることができない、後がない中で行われたのが、あの歴史に残る同試合です。まあ、この試合中止になっていれば阪神がクライマックスシリーズ進出していました。まあ、だからこそ DeNA としては何としてでもやらなければいけません。試合をやるかどうかは阪神も DeNA も決定権はないんですが、本当に厳しいコンディションの中プレーが始まりました。絶対に負けられない試合だからこそ、両チーム投手も小刻みな系統、野手もとにかくバットに当てれば何かが起こるという戦い、お互い壮絶な打ち合いが繰り広げられ、阪神は大山選手が本塁打を含む4安打と大暴れすれば、 DeNA は筒香選手、ロペス、梶谷選手、倉本選手が猛打賞、そして代打で出場した音坂選手がスリーランホームランなど13得点。阪神も最後まで攻撃をやめなかったんですが、この泥試合は DeNA が制しました。そして翌日、能見選手が初回に1つのアウトしか取れず3失点、岩崎選手もロペスの一発含む3失点、ウィーランドが試合を作り、 DeNA が2位の阪神を倒しました。そして DeNA にとって訪れた前年度のリベンジチャンス、2016年初のクライマックスシリーズ進出を果たした DeNA は巨人との戦いを制し、広島と対戦も敗退。そしてファイナルステージ初戦、石田選手が好投を見せたんですが、初ヒットを打たれてから失点、ゲームが成立しコールドゲームとなってしまいました。DeNA からしてみれば、あの阪神戦に比べればという思いだったかなと思います。まあ、その気持ちが翌日から爆発したのか、打撃陣が大活躍。 CS ファーストステージから好調なロペス、宮崎選手が大暴れし、3戦目は2回に取った得点を最後まで守りきることができました。三上選手や砂田選手、須田選手をワンポイント起用など、とにかく山崎選手とパットン以外は右左や相性を重視した起用というのがハマりました。翌日はウィーランドが初回から3失点をしながら5回まで投げ切り、打線はロペス、筒香選手のヒットなどで逆転。その後、中継ぎが再三のピンチを乗り切り、そしてなんと中継ぎで今永選手を投入したのも記憶に新しいかなと思います。まあ、前代未聞に見えるようなこの攻めた系統で2試合連続で1点差ゲームを守りきりました。そして王手をかけた試合、先発石田選手が初回に2失点をするとすぐに降板。その後、三島選手や浜口選手を投入し、試合を立て直すと、劇陣では宮崎選手のホームランなど5回までに10安打。CS で好調な宮崎選手、ロペス、筒香選手、桑原選手の活躍が目立ち、最後まで猛攻を仕掛けました。筒香選手の2本のホームランなど9得点で、広島を倒し、日本シリーズ進出を決めることができました。前年度は田中康介選手にとにかく多く出塁され、広島のかき回す野球にやられてしまい、投手陣にも抑え込まれてしまったんですが、2017年はラミレス監督の奇襲のような投手系統、さらにマシンガン系統とも言える采配がはまり、短期決戦の采配の評価が上がったと言えるシーズンだったかなと思います。そしてついに訪れた日本シリーズ、相手は王者ソフトバンクです。初戦は2017年度、多くの場面で1番手として登板してきた井上選手、しかし初回から失点し、5回には7点を奪われてしまい、2桁失点で敗戦。そして2戦目、先発は今永投手。パリーグではストレートで押してチェンジアップで三振を取るというような投手が実はあまりいなかったということもありますので、今永選手のようなタイプの投手があまりいなかったんですよね。なのでソフトバンク大変苦しみました。まあ、1番で起用されている柳田選手が初回から出塁し、しっかりと彼を返して先制というソフトバンクの狙い通りの野球がはまり、2戦目も初回失点はしたんですが、宮崎選手、梶谷選手がホームランを放ち逆転。そして今永選手も試合を作ったんですが、まあ、中継ぎが打たれてしまいました。まあ、というより、よくさらされてしまうんですが、倉本選手の守備のミスが大きく、再三ソフトバンクのショート今宮選手が好プレーをしていたので、まあ、対照的に移ってしまったのかなと思っています。舞台をハマスタに移した3戦目も初回からいきなり失点、ロペスの一発や倉本選手の意地の内野安打など反撃もありましたが、あと一歩及びませんでした。何より相手の一番柳田選手が毎試合先頭出塁し、先制点につながっている中、 DeNA は桑原選手が日本シリーズで絶不調に陥ってしまいました。
ロペスや筒香選手、宮崎選手や梶谷選手もヒットは出ていながら、なかなかつながりのある打線というのは見られませんでした。3連敗を喫し、もう終わりかと思われたんですが、ルーキーの浜口選手が流れを変えてくれました。宮崎選手と高城選手がホームランを放ち、主導権を握ると、浜口選手が力投で 7.1 回までノーヒットノーランの好投。日本シリーズで初勝利を果たすことができました。そしてこの勝利から流れを変えたい DeNA。次の試合も再び初回に失点してしまったんですが、先発の石田選手が試合を作り、筒香選手のツーランホームランで逆転。しかし、その後すぐに逆転を許してしまいました。ただ、流れが変わった DeNA。筒香選手と宮崎選手のタイムリーと相手のエラーもあり逆転。そして山崎選手を回またぎで投入、柳田選手との勝負、本当に手に汗握る展開でした。なんとか勝ち切ることができました。そしてヤフオクドームに戻り第6戦。最初は圧倒的にソフトバンク有利かと思ってはいたんですが、徐々に分からなくなってきたシリーズでした。先発は今永選手、松田選手に一発を浴びたものの、その後は素晴らしい内容。打撃陣では白崎選手が起用に応え、ソロホームランを放つとそこから勝ち越し、リリーフでつなぎ山崎選手で抑えて終わりと思っていた矢先、内川選手に同点ホームランを浴びてしまいました。ここが勝負の分かれ目と言えるかなと思います。もちろんこれまで散々チームを救ってきた山崎選手を攻めることは全くないと思いますが、シリーズ男内川選手一枚上手でした。その後サファテがピンチを作りながら、なんと3イニング登板し無失点。そして延長11回、川島選手のタイムリーでサヨナラ負け。石谷選手の送球がイレギュラーし、キャッチャーが取れずホームイン。最後の最後まで分からないシリーズでしたが、 DeNA からするとあと一歩のところで日本一を逃したシリーズだったかなと思います。この日本シリーズ、千賀選手、石川選手、砂田選手と育成選手が4勝と珍しいシリーズでした。さらに1番打者の調子、そしてホークスの層の厚さ、さらにショートの守備力というのが大きく出たシリーズだったかなと思います。DeNA も本当にあと一歩まで王者ホークスを追い詰めたと言えるでしょう。近年の中で最高に面白いシリーズでした。DeNA としては本当に悔しいシリーズでしたし、悔しいシーズンだったかなと思います。18年は投手陣が揃って苦しみ B クラス、19年もあと一歩のところで優勝を逃し、悔しいシーズンが続いています。筒香選手が移籍しチームが変わっていく必要があります。どういう戦いになっていくか今後注目してみたいなというふうに思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。